暮らし、経済、外交、人権など、どの問題でも岸田政権の行き詰まりは深刻で、辞任ドミノも止まりません。さらに、自民党5大派閥の政治資金パーティーに関わる政治資金収支報告書に巨額の不記載が明らかになり、政治資金規正法違反で告発されています。すでに東京地検特捜部が任意の事情聴取を始めたと報じられています。昨年11月の新聞赤旗日曜版の報道をきっかけに、その後、岸田総理が会長の宏池会政策研究会などは、収支報告書を次々と訂正しました。しかし、指摘された点だけ訂正すれば済む問題ではありません。長年にわたり、パーティー券収入の虚偽記載によって、巨額の裏金作りが行われていたのではないかという重大疑惑です。自民党総裁である岸田総理の責任で徹底調査し、国民と国会に明らかにすべきです。そして自民党の関連政治団体における政治資金収支報告書の記載についてお尋ねがありました。個々の政治団体に関するお尋ねについては、政府としてお答えすることは差し控えますが、自民党の各派閥の関係政治団体において、政治資金パーティーに関し、政治資金収支報告書の訂正があったとの報道があること、これは承知しております。一般論として申し上げれば、政治資金収支報告書の訂正があった場合には、まずは各政治団体がそれぞれの責任において、その原因を点検し、必要な対応を行うべきであるものと認識をしております。